アキ PJ DIM Do It Myself ブラックアンスタジオより生放送生配信でお届け。さあ2時1分回ってるのかな、今日はマミコ&アキ PJ ワールド火曜日拡大版、はい、最近ちょっと拡大しまくっておりますが、はい、Expanding its マミコ&アキ PJ ワールド Today actually is アキ PJ DIM Virtual Center Expanding アキ PJ DIM 並びマミコアキ PJ ワールドお届けするのは海運講談師アキ PJ 氏と英会話講師マミコワールド、そして配信にあたりスタジオナジャジャさんのご協力をいただいております。ね、もう皆さん映ります。 Yeah, go to the Black and Studio。 今日はオープニング画面今映ってるあのモノクロ写真、これプロフィール写真やね合ってる、プロフィール写真とカバー写真をコラージュ写真に使わせていただいております、ね、あえて今は紹介しませんが画面に映ります。いきます、せーのポン。ハローエブリワンとか言うんちゃう、ハローエブリワンな、それだ違うんちゃう、違うさあということで番組違うやん5月2日、火曜日でございます。はい、今日は夏木マリさんお誕生、知ってる夏木マリさ ん、 あマイク全部つながってますからね、オンになってますからね、夏木マリさん、夏木マリさん、夏木マリさんね、なんか、うん、最近腕で掘るよってね、そうですよね、うん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 、それから秋元康さん、僕らの時代にいた おにゃんこのあの人、そうです ね、 ね、うんうんうん、プロデューサーであり、プロデューサーであり、作詞家か、どっちか、作曲家どっちかやるね、うん、昔はね、うんうん、あの美空ひばりさん、うん、当てる、うん、曲名は川の流れのように、発言権あるよ、まだ紹介しないんだけどマイクオンになってる、あえて今紹介しないね、コンポーザーじゃルリックの方かな、ね、最近では乃木坂46、あえてそっち行ったよ、おーおーおー、はい、ね、すごいね、LMB はすぐそこやからね、震災橋やってますから、ね、ああそうですね、うん、ここねブランドカ月向かいぐらいでやってます、震災橋、はい、そして今日はボンジョビさんも誕生、ね、あーボンジョビ is birthday、 そしてサッカーでイギリスベッカムって覚えてる、え、ベッカムすごい、あのこんな髪型やった人 ね、 ベッカムね、めっちゃ大好きなのベッカム、ベッカムさちょうどあねえフットボールプレイヤーズベッカム弟やな、アッキーの弟、ミカちゃんの弟、ん、多分ミカちゃんの弟や、え、え、弟やと思うで、あ、そのエイジってことね、年齢がっていう意味ね、あ、そういうことね、もちろんマミコさんの方がお姉さんでございますよ、何言ってはるんですか、ベッカムよりマミコ姉さんでございます、そう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 ですよ、ね、うん、問題ないです、問題ないですよ、で、今日は緑茶の日だそうでございます、緑茶の日、うん、Today is a green tea's day、 なのにルイボスティーでしょ、私ね、いただきましたグリーンティー、ジャイアさん、ちなみにルイボスティー、ボスティーの意味わからん、それどうやはい、ということで、5月2日火曜日、5月になりました、はい、Today is May 2nd、ね、Today is a new month started、29日から30日からかな、うん、なんか3日間断食明けの人が今日ゲストあーそうなんですか、うん、3日間でええの、いろいろですよ、私は何日間とかやったことありますけど、ファスティングの先生、ファスティング一応アドバイザーみたいな、すごい、え、ファスティングを日本語で言うと断食、断食なんやね、うんうんうん、4月29日から5月1日まで3日間、断食なさいました、本日のゲスト光のアートアーティストミカさんです、よろしくお願いします。 Today's guest is an artist and painter, it's called a, she called herself a 光の art, 光 means a light, lighting arts、ゲストさんにご紹介します、今日はアキ PJ DIM Do It Myself、 アッキーもできるもんでございまして、マミちゃんもできるもん、そして、ミカちゃんもできるもん、今日は何ができるかを発表していただく番組なんです、そうです、番組ベースの趣旨は、ところが土曜日の番組、マミコ&アッキー PJ ワールドと、絡ましておりまして、マミコワールドとは英語に遊ばれよう、うん、この画面見るとね、あ、そうですね、 Let's play in English マミコワールドということで、いや、かっこいい、ね、アッキー PJ さんの日本語や、ゲスト様どこまで喋れるか分かりませんが、日本語、英語に一部いいこと言うなら同時通訳してもらいます、そうですね、やっぱり世界に発信しないとね、伝えなきゃっていう言葉は通訳してもらいま す、 そ, うです、ね、そして、どうしてもこの言葉だけは変換して世界に羽ばたきたいなっていう時は、うん、ゲスト様のオーダーにマミちゃんが答えてくれるかもしれません、はい、そうですね、というのがレッツプレイイングリッシュマミコワールドでございます、世界にどういうメッセージを伝えたいか ね、 ね、やっぱりそのまま、はい、そして今アッキー PJ、うん、DM を、アッキー PJ マミコ&
アキピジワールドの方でもさせてもらってますが、うん、ゲストさんもお誕生日今日は聞けましたんで、こっそり聞けましたので、アキピジ、イサフォチュンストーリーテラー、and then he gives to guests a fortune word。 2大フェイスをちゃんと置いておきながら、ね、この番組は英会話講師バミコと開運講座者アッキーの世界観を垣間見せながらゲストの世界を覗き込んでみる番組です。最後までお付き合いくださいということで、土曜日毎月第2土曜日、来月か来週かな、ね、Every second Saturday レギュラー放送してるのとちょっとミックスしながらね、マミコ and アッキーピーズ world we showing in our world and also guest words as well やっております。ということで改めまして、光のアートアーティストミカ、もしくは光のアートミカ、はい、今どういう名で、名の下でミカちゃんは活動なさっ、活動してるの、活躍してる、よくご存知の2人の場合で言うのはちょっと恥ずかしいんですけど何をおっしゃる、リスナーさんは初めまして初めましてですからね、はい、あえて言うなら光のアートでいい、そうですね、なんか、まあ、光のアート、うんうん、光のアートっていうのはもう当初からずっとや、うん、あの言ってやってきて、はい、自分で勝手に作ってやってるんですけど、はい、どういうので光のアート、そもそも光のアートの語源を知らないよ想像はするけど、妄想はできるけど、うんうん、光のアートとは、そうですね、なんかこう、うん、自分がかあの最初に描き出したのは天使の絵なんですけど、天使の絵、あ、はい、でもこう、そのうちにやっぱりこう自分がこういう目で癒されてきた、うん、あの光っていうのがやっぱり自分の中のテーマになって、思い出して描いたりとか、うん、夢で見た絵を、うん、あの光を描いたりとかしながら、はい、やっぱりなんかこう最どの世界中どの人にも言葉が伝わらなくても、うん、国境が関係なくても、うん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 、あのどんな人でもパッと見て分かるのは、うん、で癒されるのは光かな、うん、共通だと思うんですよね。それで、うん、あのこう光をテーマに、光をテーマに、はい、へー、アーティストいいよな、ね、She used to paint the angels but it's a sheRealizing maybe the light, even if they don't understand it in the language, she cannot to被せてもらってもいい、日本語被せてもらってもいい、 communicate only not in English but also you can communicate just only in the watching their art, you can feel and then heal、お願い一つしまして、はい、ミカちゃんにはん今止まってるミカちゃんには、おねだりしまして、なんか一つ作品持ってきてよということで、ね、今ここにまあ、光の加減であのどうかなと思いますが、ちょっとどんな感じ、丸型を飾っておりまして、上手に抜ければいいんだけどな、ま、気をつけてよ、丸なんでね、このままいきますかね、あ、そうだね、それの方がいいね、バランスバランスバランスが、あ、こうやったらこうやったら見えるから、はい、まあ、見えないのはマミちゃんの顔だね、私は隠れて全然いいんですけど、一応なんかあの世界的に発信っていうのを聞いたので、うんうん、そうね、あのマリア様を持ってきました、マリア様になってるんだよ、はいはい、マドンナ、まあ俺はね、あのミカちゃんのようね、丸描いてちょんと称しておりますから、どんな人ってどんな絵描いて、あ、丸描いてちょんのミカちゃんの、ね、のアキ兄さんの好きな絵、はいね、絵を持ってこようかなとも一瞬思ったんですけど、画風ちょっと前の画風なんですけど、そうだね、はい、タッチが少しずつね、はい、あのまあ改善される、改良される、まあ、はい、上手に、うんうんうん、あの丸型なんで上手にバランスよく、ありがとうございます。マリアさん、しかも今日は、はい、あのいわゆる楕円形のね、そうですね。なんていうのこの、ガバンじゃなくて、なんていうんですかね、楕円形って書いてました、キャンパスは、あ、そうそう、キャンパスね、はい、キャンパス、ザビッツサーカー、まさか楕円形のキャンパスが今日来ると思いませんで、なんか丸とか今ハート型とか、うん、あのいろいろ出てるんですよ、キャンパス is not only in the square, it's like a round and it's a heart shape、 今、ミカちゃんは、はい、これちなみにさ、はい、何が例えばほら、色彩というか油絵とかなんか、はいはい、アクリルです、アクリル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 ってどういうこと、アクリル、これが使ってるのがアクリル絵の、何ですか、絵の具がアクリル、うん、はい、うん、そうです、アクリルってどういう絵、どういう絵じゃないな、どういう素材、水彩だったら水がね、そうですね、入ってるけどアクリルなんで、うん、アクリルが入ってるんですよ、そうですね、アクリルが入ってるの、アクリル絵の具っていう絵の具の種類で、うんうん、特徴的には何にでも描けるっていうのが一番、であとはあの油絵よりも、うん、あの臭くないんですよね、部屋の中充満しないと、まあまあ、それ以外にもあのこう匂うようなさあの、素材の、うん、画材も使ってるんですけど、アクリルペインティングは非常に良いです、
油絵と一緒に使うともう 最強な匂いになるので。ミカちゃんの、はい、工房ってどこにあるの？どこにあるっていうのは、はい、寝屋川です。寝屋川に工房があって、寝屋川、大阪ね、はい、大阪、うん、もうそこで常に拠点として生活と言うていいのかわからないけど、はい、もう出て起きて描ける状態、それとも通ってんの？いえ、出て起きて描ける状態です。もういつもひらめいて置いてきたらすぐキャンパスみたいな、はい、だいたい夜中とか明け方とかにこう画像で見えたりするのが、うん、画像が見えてくるの？ あったりして、朝起きてからひたすらずっとその画像が描けるまで練習。何が来るんですか？こう パッてひらめく？そうですね、全体像の多分未来で自分が描いてるんだろうなっていう絵が見えることもあるし、一画面だけ、こう例えばこうなんていうか蜘蛛の巣みたいな、うん、そういう、うん、見たことご存知だと思いますけど、うん、そういう画像が一瞬こう、うん、パッと見えたりとか、うん、もうひたすらそれになるように練習です。で見たものをキャンバスに落とすっていう作業は、はい、どういったの？写実主義なの？それともそこからアレンジ変えていく？いや、なんか私の場合はあまりこう努力とかそういうの根性とかがないので、うん、なんかこうこんな感じかなみたいな技法も同時に結構降りてきてるので、うん、そういうことだ。She's got inspiration. みんなでこう一回書いてみてちょっと改良した方がいいなと思ったら改良して、まあ何か何回かやったらたどり着く。ミカちゃんはさ、その美大とかそういうの出てないの？出てるの？全然出てないです。独学なの？じゃあいつ頃始めたんですか？画家になりかけたというか7年ぐらい前かな。大人になってからなの？そうです。何きっかけで？ちょっと自分が自分の生活上でちょっと辛い時ピーノとかピーノ明るく楽しいトークバラエティでございます。ピー時代を乗り越えて、はいはい、絵が乗り越えさせてくれたの？そうですね、まあ、絵を描きながら癒されたっていうのもあると思いますし、まあ、なんか私はやっぱりいつも運が良かったのか、うん、人にたくさん支えてもらって、開運のやつね、はい、She's got a lot of support from many people. アキニさんたちの出会いも本当にありがたいあれで、いつもそういう、はい、なんかサポートがあるんですかね。はい、今頃思い出したんやけど、まあ、放送中で思い出したんやけど、まあ、出会い難波神社やね。違う。御堂筋の難波神社。そう、難波神社で会いましたね。神社で出店したときに、ね、なんか出店した。しました、しました。休憩中にビール飲んでたって。ピーで酒飲みとかピー生放送生放送その後一回角間かどっかで、はあ、森口どっかドマドマピー、あ、いいね、そこもピーで飲みすけになってますから、ね、そこピーで飲んべえよな。あれもピー生放送生配信で音です。何言ってて、あ、そう、出会いもそうなんだけど、なんか出会いそうへん、ここ大阪心斎橋の青山市から生放送でお届け、で、出会いは本当にすぐそこやったと思うんですけど、で、ミカちゃんは僕の番組、これで2番組制やかな。はい、まあいろいろ、まあその時間軸で言いますと、それこそこの近所にあります道頓堀の、橋のたもとすぐそばにある、びっくりドンキの隣ぐらいにある、インド料理店、はい、お店の名前をどうぞ。ミティラー。ミティラーね。よくこのね番組でよくミティラーの名前めっちゃ出てくるんだけど。実は秋 BGM ビッグマイセル一番多く名前が出てくるレストランの名前がミティラーさん。なんか関連するゲストさんがよく来るんですよね。なぜかね。イベントしてますしますって告知写真見たら、そのミティラーさんの椅子の写真が写ってて。すごい。マミちゃんこれいい派手。あそこだよねとか。なんか縁がある方がまた来られますよね。だからミティラーさんといえば、これリスナーさん知らない人には分からない状態で、知ってる人にはうんうんいう情報なんですけど、大きい旗みたいなの飾ってあるやん。
旗、はいはい、オレンジ色と白色の、これインドの旗なのかな、インドの旗なの、このちょっとマークみたいなやつ、はい、あれを写ってたらまずミティラさんって確実に分かるやん、うん、でもマミちゃんそれも写ってるのに椅子とテーブルだけで当てて、ね、すごいな、椅子で分かったね、さすがマミ姉さん、さすがマミ子姉さん、ちょっとしてこれはあそこですか、あ、そうですそうですってそこでイベントワークショップとかやってますって言ってね、でそっからやん、はい、もう一つプラスアルファでこの放送中、うん、アキビジ DM、うん、ドゥイットマイセルフの、ブラックカサージュ生放送中に何を言うかっていうと、うん、はいはい、そこにね、はい、丸書いて帳の絵が 2,3 枚ぐらいある、そうそうそう、ある壁、厨房から入ってすぐ右のところの壁に3枚ぐらい飾ったあんねんっていう話をするわけですよ。あ、ね、もうずっとね、しのさんには飾っていただいても、しの、ね、さん is the owner of the Instagram 今日行っても多分飾ったらと思うねんけど、はい、で、まあ、2つあって、はい、1つはその絵をいわゆるご紹介して斡旋してした人がこの、あの、ご存知マミコワールド先生なんですよっていう、はい、そうですそうです、あ、そうです、一つと、そうですね、本当そう、もう一点は売れたらどうするの、あれ入れ替えてんのっていう、あれって寄贈してんの、私一応あれは、うん、あの最初は飾ってもらって、うん、あ、まあ、売れたらいいねっていう話だったんですけど、いい、ね、なんか本当にあのすごいこうパワーがあるとか言って、うん、みんな通って、うん、ね、あれなんで、そうですね、あそこの下でみんなめっちゃ写真撮ってますもんね。なんかあの席いいもんね、パワースポット席、パワースポット席、なんかわかんないけど、まあ、あのしのさんのパワーがすごいんだと思うけど、なんかもし自分が、あの、これは自分の夢の話ですけど、うん、もっとこうメジャーどんどん慣れて、うん、あの絵が今はちょっと値段あれですけど、うん、それこそね、何十万とか何百万とかになったら、うん、あれもらってもらおうと思って、あ、寄贈って、はいはい、今さ、P やと P でいいから、はい、5何もって言ってんの、1号っていうのかな、どれぐらい、大きさが分かんないけど、ね、5何もって単価をつけてるんですか、はい、そうです、そうよね、はい、言うていい数字あるの、私これぐらい欲しいなって、今希望額でいいよ、大きさ、大きさにもよるけどね、痛くなかったら P でもいいよ、はい、じゃあ言い方変えよう、はい、これを今、あ、そうですね、リスナー様に、オークション、オークションいうか、なんていうの、ね、販売するとしたら、うん、販売価格というか、そうですね、一応でも、うん、多分今度、どっか出店するんですよね、はい、5月の8日に、うん、テーマ橋の、OMM ビルで、うんうん、癒しスタジアムっていうイベントがあるんですけど、5月の、7日の日曜日かな、7日の日曜日だ、はい、いわゆるゴールデンウィーク最終日と言われて、7日の日曜日、はい、テーマ橋 OMM、はい、2階であるんですけど、そこに行けばミカちゃんに会える、はい、ぜひ、そこは、販売もしてる、販売も、あとセッションも、あ、セッション、そうそうそう、みんな、そう、そのね、アート、アーティストなんだけど、セッションもするんですよ、セッションって何ちゃんは。何って俺が聞くなよ。お前や、セッションって何って言って。ミカちゃんなりのセッションってどういうことをするの、一応あの、私は別に占い師さんではないので、うんうんうん、あの、まあ、インスピレーションで。ああ、なんか降りてきた感じで、はい、メッセージがあるんですかね。はい、その人を、はい、とお話をさせてもらいながら、うん、多分私ちょっと感性がいい方だと思うので、人ってね、結構本当に、うん、あのなりたいものというか、うん、自分がこうだっていう答えって決めてるじゃないですか、うんうんうん、でその答えを一緒にこの、うん、あの確定していくっていうか、うん、あの導くの、まあ、いい言い方をしたら導くだし、導く、うん、あの平凡な言い方をしたら、あの一緒にこう、うん、あのなんていうか、あの、うん、こうピースをはめていくというか、あ、こうですよね、こうだよね、はい、みたいな感じでお話ししながら、はい、そこのゴールにたどり着くというか、そうですね、絵をちゃんと作り上げるというか、その人たちのピースなので、うん、クロスワード、あの、そうですね、クロス、え、なんだっけ、あれ、なんていうんだっけ、クロスワードパズルじゃないと、なんだっけ、クロスワードジグソーパズル、ジグソーパズルみたいなピースをはめるみたいな感じですかね、そうですね、頭の中でそれを一緒にさせてもらって、うん、で、まあ、あの、まあ、ビジョンとしてエネルギーみたいな感じで、うん、あの、まあ、絵に、うんうんうん、パステルで絵に描いて、それを、うん、まあ、あの飾ってもらったり、絶えず見ることによって、あ、そうだったってもう一回自分の中で、はい、はい、落とし込める感じ、引き寄せるっていう、引き寄せる、そういう、まみこさんがいつも教えてくれているように、このいつも思ってる願いを、うんうん、こう気持ちとかをずっと持ってなさいと、それに似た絵ですね、似た絵になるっていう感じ、はいはいはい、え、マミコさんは何かお伝えしてるんですか、お伝えしたのか全然覚えてない
あの、あれやんな、ボソッと言った一言が周りの人には影響を与えているのかな。そう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 。あの、こちらのブラカンスタジオ、あの、私がアキビジ今ここに座ってね、はい、あ、座っているのはですね、まみこ様がジャジャさんをご紹介いただいて、すごい、でそこからの心をお世話になりました。そうか、そうだったね、そうだったね、すごいです。もうなんかアキビジとジャジャの方がすごいね、なんか本当すごい仲良しなので、作詞でございますからね、サポーターですけど、今日もあそこピッと触ったら、ね、あのジャジャが直してくれたという、ゴッドハンドですね、ゴッドハンドですね、ジャジャ、ジュリーオーナーオブディスタジオ、ジャジャ has a god hand and he is really supporter。 ゴッドハンドなのか、ミカちゃんの手はやっぱりこの、うんうん、ね、共通項、ジャジャもあのアーティストですが、ミカちゃんもこのアートがあって、はい、そして今間近にはその5月7日日曜日、うん、オーラメージで見れますし、はい、ミティラーさん行けば見れますが、これ、はい、そうそう、セッションもするんだけれども、これの値段は結局はいくらだっけ、あのオブラートに今包まれました、包まれてしまったんか。ただし OMM のその癒しフェア、スタジアム、スタジアム、癒しスタジアム行けば、イベント価格は書いてあります、はい、札貼ってあります、はい、札貼ってあります、僕の知ってる範囲では、これの半分ぐらいで、CD ぐらいのサイズで、こんな1万ぐらい。いや、もうちょっと大きいですよ。これぐらいのサイズのやつなかった、これぐらいのサイズ。And yeah, she can put it a piece that's related to your goal. That's kind of an obsession. But she's got a 英語ぐらいはい、この、heart. あれが最低価格、はい、最低サイズ。Since every like a woman's intuition and a sense, it's a very bellish shape. So maybe she's got a lot of it. 聞こえる程度の音で言ったんで、多分それぐらいご予算があれば、ミカちゃんの絵をゲットすることはできるんじゃないか。ぜひ。セッションはイヤシススタジアムではどれぐらいでやってるの？2000円。じゃあまずミカちゃん会うには、会うにはというか、会ってお話だけだと、まあ、セッションだと2000円から、うんうんうん、大体どれぐらい、その人によって時間違いますよね、その人との内容が違うんだね。私でもなんか商売があんま上手くなくって、うん、つい2000円のまんまですねずっとね、まあ、あの、え、あそこは絵がついて、ね、お話もできて、はい、メッセージもついて、全部ついて2000円ってこと、はい、おー、すごいね、あ、そうなの、あの色紙の、はい、すごいすごいすごい、でもやっぱりあの、やっぱパワーっていうか、こう家にあって、こう、なんか、こう、え、なんかこう落ち着くというか、うんうん、まあ、それは、うん、あのパステルよりもアクリルの方がいいかな、アクリルの方がアクリルはだって、あの、いわゆる工房でじっくり練り上げて出来上げてあります。で、セッションの時のあれパステル前やったっけ、パステルです、あれはもう即興で描いてくれますもんね、目の前でね、シャ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 。さあ、そんな、なりたいあなたになれるように導いていただけますよ。アートアーティストミカちゃんは7年ほど前からその画家に目覚められ、はい、今は出展、出品っていうのかな、はいはい、結構頑張ってはりまして、ねえ、いろんなところ、なんかおかげさまでフランスとか行ってましたよね。はい、フランスのテアトル、なんだかな、なユニシパルにて、なんで、なんで、ね、ちょっとわかんない。コルシカ、コルシカ、コルシカっていうの？はい。まあ、あの、それは地方の名前？はい、コルシカは、うん、一昨年の暮れぐらいから、うん、あの、世界展に世界展、うん、あの入選するようになって。入選ってどういうこと？わ、うう、入選ってことは落選があるよね、はい、落選があって入選ってことは合格してる、一次予選突破ってこと、 どういうことなの、その業界では。まあ、もちろん、うん、あのシャガールとか、うん、あのそういう人たちは入賞するんですけど、うん、入賞の上にある、入賞、はい、あ、みたいな、やっぱり1位2位なんか分かんないですけど、そういうのがつける、まあ、もちろんランクみたいなのがある、はい、じゃあ入選されるとそこの展覧会に展示されるの、はい、そうです。それがフランスのなんだっけ、コルシカ、コルシカが去年の6月に展示されて、うん、コルシカと Hard Works Selected to the World Exhibition to go in コルシカ in France。 それってこれから日本フランス現代美術世界展のこと、それは去年の夏に、うん、六本木の国立新美術館で、これは、へえ、ジャパンフランス Modern Art 東京や、六本木で、はい、でその後に Tokyo, パリのところで、うん、パリ国際サロンさんの方で、うん、第30回記念展ということで、うん、あの展示していただいて、で
あ、これか。それが2016年12月9日から11日と書いてありましたが、はい、これはあくまで、ミカちゃんが Facebook 個人アカウントありまして、そこの自己紹介欄に、何に書いてあったんですかね。ご本人が多分記載されてたのをちょっと、書き上げてきた、メモってきただけなんですが、その通りです。パリ国際サロン第30回記念展に展示、そこにからもう展示したしてもらって、ね、はい、でパリも行ってきて、あ、自分の展示したいの見に行ってきてるの、はい、でその前にまみこ姉さんに、海外行くのが怖かったので、うんうん、だいぶ聞いてそうでした、そうやった、なんか聞かれ、パリの行き方、パリでのそうっけ、どういったらいいかな、絶対海外行ってやったらあかんこととかあれなんか私アドバイスしてたあ、なんかいろいろ 2,3 聞いたんですけど、あれそうだっけ、なんか行った途端にこうパリ空港に降りてすぐにもう頭パーンって飛んで、うん、つかむことをお伺いしますが、はい、フランス語はミカちゃんはお話し、あ、全然できないです、パレブフランス誰かついてたの、その日本人、いや全然誰も、すごいすごい度胸、すごくない、はい、なんて言う、なんていうの、その勇敢、なんていうの、勇敢じゃなくてねっけそういうの、日本語、so brave、 命知らず、 she's so brave to travel to France by herself なんていうの、ないね、そういうのね、でもなんかやっぱ私運がいいのか、まあ、着いた空港でもすぐ日本人を見つけられたし、うん、あのとにかく向こうに行って分かったことは、うん、笑顔が大事だなっていうことと、あ、そうですね、向こう結構アイコンタクトは結構、はい、日本人って結構ね目を見るのちょっと苦手な人多いんですけど、はい、これ英語の、うん、あのLet's play in English by Mameko Aru でも言ったんですけれども、はい、なかなかちょっと目を見て話せない人が実は多いんだけれど、はい、向こうの人ってすっごい目を見て話すので、日本の恥ずかしがり屋さんって言うだけで言えんかったなのであのよくお伝えするのは、もし恥ずかしいならちょっとこの辺を目ではなくておでことかこの、ね、はい、真ん中ぐらいを見て話すといいですよって言って、よくあの、そうですね、英語を話す時にもどうしてもちょっとみんなやっぱり社員の人多いのでね、うん、はい、そういう風にお伝えしたりはしてますけどね、確かにですね、そうなんです、そうなんです、向こうの人ってめっちゃ目見てくるんですよ、はい、うん、それにね、え、なんか、え、私どこと気に入られてるみたいな、なんかね、あ、恋に、恋に落ちたのみたいなね、ちょっと錯覚に起こるでしょ違うよみたいななんかでももうなんかすでになんていうか、あの日本人は日本人を見つけるのがとても得意だなっていうことが分かったんです、やっぱり関西弁めっちゃ聞こえてくるもんな、はあ、あ、そういうの、そういうことか、うん、でなんか向こうに行って一番思ったのは、うん、もうまずパッとあの怖いから、うん、あの日本人を見つけたくて、うん、こう探してなんか東洋人を見つけたら、うん、パッと目見て一、うん、回引いたりとか伏せたら日本人だからそのままついていって、うん、そういう 逆リアクションで分かるというね、面白いの、はい、生きる術ね、はい、そうかそうか、ね、生きる術 ね、あ、生きる術といえば、うん、それこそなんか向こうに行ったら、うん、あの言葉がもう、うん、まさしく全部わからなかった、英語もほとんどできなかったので、うんうんうん、なんかもうフランス語もね、はい、ランゲージフレンチ本能みたいなのが多分あのあれになったのか、シャープになるというかすごい研ぎ澄まされる、研ぎ澄まされる、言葉は信じられないから、うん、もうこう手とかも ここの先ぐらいのこのオーラの世界を信じて、なんか逆にねそっちの方が得意、人なら逆にその方が得意、そうそうそう、信頼できる、そうそうそう、はい、なんかそこに行ってなんか聞いてきました。クルナナスルンジャー、まあでもね、こうやって無事帰ってこられてるわけですし、なぜパリ国際サロン第30回記念展は2016年去年の12月9日から11日の3日間でございますか。で、無事帰ってこられまして、そして今年も2017年6月イタリア美術展特別推薦に展示決定と、はい、プロフィールぐらいにはありました。何イタリア、はい、イタリア美術展だ、はい、イタリア、あの、はい、シチリア、イタリアでございます、シチリア島の方で、6月から展示が、はい、はい、今生放送5月の2日の、はい、イタリア行くんですか、行かないです、イタリアに行った、行かない、イタリアじゃないんや、作品だけ行くってこと、はい、もうあの行って、イタリアに行ったり、イタリア、これ前あの作品だけイタリア、ね、あの KMC バイブスのショートさんのあの落語でありました、イタリアということで、特別推薦を受けて、作品がもう行ってるの、行ってます、 Her works will be the
あのね、はい、リカちゃんのそういう入選した作品は、はい、今どうなってんの？家に入選作品帰ってきたのが2点あって、うんうんうん、あ、2点帰ってきてるんだ、はい、フランスのそれとイタリア、まだイタリアは今行ってるね、行ってます、うん、あの帰ってくるんだよね、はい、国立新美術館に、出したやつと、あと一番最初に入選したコルシカのやつは家にあります、はい、それはもう大事に取っとこう思ってるの、もう記念品なの、それとも販売目的ありピーピーっていうことは状況によるな、ねえ、本当はね、もしかしたらどうなんでしょうね、その作品はさ、はい、これですって、あのミカちゃんってさ、フェイスブックやってあります、はい、川端ミカの仲間にやってあります、ね、ものすごい量、要するに毎日ほぼ1投稿は絶対してるやん、はい、あの作品とともに、はい、そうすると、全部を把握はできないねんけど、はい、この作品は、例えば今やったらイタリア美術展に出展した作品ですっていうのは、うんうん、探してたら分かるようになってる、はい、どれがあのフェイスブックの、一番最初の、うんうん、上の方に4枚か5枚、うん、ババババあピックアップしたやつね、はいはい、あれが全部入選作品です。So, if you see the or have Facebook page, you can see the 4 or 5. いわゆるトップ画像じゃないけど、まああの上の方に表示されている5点ぐらいの写真は、ピックアップされた写真は入選作品が基本載ってると。そうですね。今も一応あのパあのフランスのパリの方に、うん、あの応募してて、うん、あの選考待ち、あ、選考待ち、はい、結果が今の、ね。それはさ、今。うん、バックに画商っていうか、その斡旋してる人がいるの？ P やったら P でいいよ、ね、要するにそういう私についてる人、そう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 、あ、まだいないんですよ。自分でも全てやってるってこと？その情報はどうやって取ってるの？なんか一回その、美術クラブさんに入選すると、うんうん、そこの美術クラブさんから結構どんどん、あ、またあるよって情報が来るの？そうなんだ。今さ、なんとか協会に会員ではないの？美術なんとか協会、ま、なんとかクラブ会員、はい、そうなんだ、あの漫才協会、あ、そういう協会、ね、ああがあるんですかね、そういうの美術関係。ナイツの羽生さんは、副会長で、土屋さんは理事ね、漫才協会、なんかよく浅草の方の話です、髪型、はい、ではございません、東京の話ね、うんうんうん、だからあれやんか、落語協会で言ったら会長が文治さんでしょ、ああそうね、落語協会とか、そういうことね、はいはい、まんちゃんなんか会長ですか？いや、今日は絶好調ですそうです、はい、お通じが会長ですか？あ、会長です。断食をするとさ、話オープニングに戻るけど、断食すると何にいいの、ね、肌も綺麗になるし、うん、リセットですよ、すべて、人生もそうだし、何でもそうだし、体も、ある意味さ、はい、オファーかけたんが断食初日やったんちゃうかなと。そうです、そうです、そんな感じ で会長断食始めますって後から気づいたんやけど、オファーかけてから、え、これ3日間やるって言ってはるやんか、はいはいはい、あの太田日が3日目やったら一番イライラしてたらどうしようと思ったんやけどちょうど昨日で終わったそうですね、終わりました、一番すっきりした状態で、いわゆる引き締まった状態で、そうですね、今日回復期のリカバリーデーみたいな感じ、ね、はい、なので、ね、あの お日取りとしてもお日柄もよく、はい、So today actually she finished her lastyesterday and then today is a recovery day. 今日2日じゃないですか。で、3日に誘うとね、あのミカちゃんはいつもね、毎月ね、あの Facebook の投稿をかけてるとね、うん、秀吉さんとねねさんゆかりのね、高大寺の近所のね、はいはいはい、三面台国展、はい、結構毎月の定期的に通ってはって、高大寺3日にお誘いはちょっとできないなと思ってたんですけど、たぶんでも使えるのと、はいはい、そうなんだ、はい、いつもそういうのを決まりごとにしてはるんですか？毎月月一 で、 あの月一でもう3年ぐらい、すごいよ、うんうんうん、ね、まあでもご利益はすごいと思いますね、はいはいはい、それはあると思います、あの、はい、レネさん、ゆかり、秀吉さん、ゆかりのね、はい、ところですからね、大黒天さんでございますから、はい、3面やで、3面ね、3つの面、はい、3面大黒、3面大黒っていうのがね、大黒天様と弁財天様と毘沙門天様、うん、あ、そういうので3面、はい、そうかそうか、俺今言うていいかどうか悩みつつあるけど、ジャパニーズスリーガーデンス、イツ毎年ね、はい、1月の3日に毘沙門天弁財天京華さんっていう人と、はい、それだって開運ツアーやってる、八坂神社、あ、すごい、でその時に高大寺の前のとこでご飯食べて、 そこがちょうどその豆腐屋さん、豆腐屋さん、豆腐屋さんの、なんか、そうですね、一休庵、秀吉かねねの名前、なんかそんな名前がある、橋場、橋場、
かな、奥、ちょっと奥ですね、あ、はい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 、でちょうどだからそれが大黒殿の、ま、隣で、ね、そうありますの中にありますね、はい、そんな感じで、ね、ありますあります、なんかいいですよ、なんか背中ポンポンポンって叩かれた、なんかなんかしてもらったよ、うん、すごい、なんかあるね、そこの小さいっていうか神社ですよね、あれね、うん、はい、神社ね、それは毎月行ってはるんだね、ご利益あります、あそこ ね、 ね、本当にめっちゃあります、ね、うん、でその大黒天さんに通うミカちゃんが、まあ、ますますパワーアップしながら、はい、いろんなものを購入させながら、はい、で今回は、マリアさん風というか、うん、マリアさんをイメージしたはい、これだってさ、言い切ってるわけでしょ、もうマリアさんやねん、ちょっと、マリアさんですねんっていうことで、はい、もうミカちゃんにとってのマリアさんです、マリア様です、うん、すごいよ、うん、でもジャジャさんに見せたかって言って、そうですね、はい、なんかイメージだったんですよね、きっと、はい、今日お会いしたのが多分ジャジャさんにお会いしたのは多分初めてだろうけど、はい、多分もう先にイメージがこう降りてきて、うんうん、これだっていうインスピレーション、たださ、うん、今日のカバー写真、オープニング画面戻します、はいはい、あ、この絵はカバー写真の、はい、昨日上げたやつは、ね、使わせてもらったんですよ、はい、この3つの円はどういう、これはあの自分が初めて運命っていうのをテーマに書いて、うん、書き上げた35号写真で、はい、あの国立の今度東京の、うん、国際展に、はい、あの提出しようと思って、はい、昨日書き上げたばっかり、これももう提出するんや、はい、じゃ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 、はい、じゃ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 タイトルの絵を描きましたから、はい、そんなこと書いてありました、ちょっと待ってね、はい、That means a fate、ね、そういう、最新作も今カバー写真に使われておりまして、うん、今ナウが生放送で、うん、キピジェ DI マミコンダーキピジェワールド拡大版としてブラッカスタジオに生放送、うん、生配信でお届け、本日のゲストは、うん、光のアートアーティストミカちゃん、Facebook 上は川端ミカさん、はい、大きな声で言うていいのかな、いいです、いいのかな、川端ミカさん、はい、三本川、三本川、はい、そして立つと書いて山と書いて畑の方じゃないね、はい、川端康則の、ね、そうや、川端康則さんの川端、そのままだ ね、うん、そして3本に、3つ3、3、3、はい、そして、お正月画商の顔で見かけちゃう、はい、ね、3、3ハピネスみたいな、ね、本名です、へー、川端美香さん、川端、ごめんね、川端美香の名というよりも、うん、もう光のアート美香としてローマ字、はい、光のアート美香として活動をなさっている、うん、基本はもう海外へ、光のアート、いや、海外は美香川端で、美香川端、あのさ、はい、イラストじゃなくて絵の下にサイン入れるやん、はい、両方描いてます、どうやって描いてるの、MI?ミカ・カーバタと光のアート、あ、全部ローマ字で、はい、光のアート、It's アルファベットか、これ書いてる、いや、これ書いてないです、まだ売り物じゃないですね、今日はね、はい、ここにね、持ってきて、これはどこに、はい、はいはい、嫁がれるのかね、今度のイベントで、今度のイベントで、はい、あ、そうかそうか、今度ね、その OMM ビルにある5月7日日曜日、はい、早いもん勝ちです、天馬橋ね、大阪の天馬橋にある OMM ビル、はい、癒しスタジアム、だから ね、5月7日を明けますとですね、ミカ、はい、ちゃんは今日はね、うん、アキピジ DI に出てもらってますが、はい、メディアにチラチラ映るらしいよ、もう最近なんかすごいですね、メディアからのいろんなオファーが、おかげさまで、なんか、ね、たまたまなんとなく工房にまで、はい、取材入ってます、あ、そうなの、次を言うて、俺の口から言うていいかどうかわからんが、ご本人さんに任せるけどさ、そうですね、なんかどっかに出て行かれる感じですか、はい、一応、放送が、うん、用意どんっていう番組に、うん、関西テレビさん、関テレビの、11日の木曜日か、うん、12日の金曜日のどちらかで放送されます、うん、まあ、ですね、はい、5月の11日か、はい、内容は言えないです、内容は言えない、12日、はいはい、用意どん、関西テレビ、関西テレビ、KTV、関西テレビ8チャンネルですね、何時なんですか、はい、そう、朝の10時ぐらいからね、9時か、9時から9時15分だ、なんかちょっと忘れちゃいますね、 9am、はい、KTV、まあ、そのあたりを、8チャンネルつけてたら、はい、11日か12日かちゃんが映るんじゃないか、はい、そこまではセーフらしいです、そこまで、はい、まあ、彼女のどんな何が作品が出るのか、それともセッションのあれの雰囲気が出るのか、なんか分かんないですけどね、はい、でその総集編もあるらしいですが、はい、
5月13日あたりみたいな感じで、はいはい、あの今ね、ヨーイドンサンデーがヨーイドンサタデーに変わってるんだよね。そんなんがあのだから、いいともがあった頃ってさ、いいとも増刊号やってたやん、はい、そういう感じで、あれがヨーイドンが増刊号っぽく日曜日にヨーイドンサンデーってやってたんが、今何かの番組の絡みで、ヨーイドンサタデーになって土曜日に総集編やってます。そうなんですね。なのでもしかしたら、総集編にも移り込む可能性はあるんじゃないかと。まあちょっと一回 ね、はい、ね、見ていただきたい、ね。その辺はもうあのタイムテーブル、テレビのタイムテーブルをチェックします。そうね、はいはい。そしてその後、その後5月25から29は東京行くの？はい、東京の25から29はい。はい、さつき会さんの、チームというかその共同個展で、あの。共同個展、はい、銀座の、うん、銀座、はい、月光荘、月光荘、そうで、で月光荘銀座何丁目とかある、分かりますか、すいません、今度また投稿アップして銀座今ね、銀座6でしたっけ、今めっちゃにぎわってるんですけど、はい、いろんななんかすごいちょっとアートっぽいあれですよね、はい、今銀座がそのアートで盛り上がってる感じなので、そのご近所かしらね、はい、月光荘さん、月光荘さんで、で共同下校層だったと思うんですけど、あれそれもまたちょっと僕のメモは月見層ってなって、あ、じゃあ月見層、どっちや、まあ、改めて、ミカちゃんの投稿を、はい、Facebook の投稿を、ね、ちょっとチェックしていただく、あと Facebook 以外なんかありますか、やなんか川端ミカ東京は 27日の土曜日は、うん、あの会場入りしますので、会場、はい、ただ会場がちょっと今ちょっと名前わかんないねって感じだけど、あの投稿であのどこか発表する、フォローコメント入れてもらいます、フォローコメント、はい、じゃあここの秋ビジディアムのところにもちょっとコメント入れといていただきましょうかね、はいはいはい、ちょっと月見そう、はい、月見そう、それとも月光そう、月見そう、銀座ね、共同個展を開催、銀座です、銀座でね、コラボレーションエキゼビションズ Will be held 月見そう、どっちだったかな、ね、May で、スーッと流しますと May 25th to 29th、 BS Times っていう雑誌にもなんか取材されたらしくて、はい、5月号で、藤波さんとインタビュー記事を、はいはい、あのプロレスラー、あ、プロレスラー、はい、そう、その新日本でしたよね、はい、確かね、ぜひ BS Times さんのフリーペーパーも皆さん、あ、そうやってフリーペーパー、フリーペーパーどこでもらえるんですかね、フリーペーパーだけにね、フリーペーパー設置書っていうのは結構あんね、いろいろ、あ、あるんですか、いろいろ、なんかアマゾンさんとかでも売ってるそうで、あ、はい、あ、取り寄せができるかな、ナンバーワンかなんかになられたそう、なられたこともあるそうで、The magazine is called the biggest times、May issue、 she'll be 一面いただきました、so、she was interviewed by Mr. Fujinami、 中で一面、はい、she used to be a professional wrestler、 対談記事が載ってる、はい、すごい、一面でってすごくない、手元もまだ来てない、はい、それはあ見せれない、5月号、いつ5月号、もう5月や今ね、あれ、はい、いつから手元に、世間に渡る、多分もう、半ばあたりかなと思うんですけど、またじゃあね、ちょっと探して、はい、ちょっとまたそれもじゃあFacebookページですか、はい、まあ、私たち秋 BJDIM のコメントのところにね、はい、残していただけ、ね、え、本当よね、いっぱいいっぱいいろいろ情報が、まあ過去にもね、スピリチュアルテレビや占い TV、 そして僕の前の、はい、いろいろね、いろんなところに、はい、結構やっぱり絵が一人歩きするのか、はい、ミカちゃんというキャラクターもセットで行くのか、いやでも私地味やからな、そうやけど、まあ、地味やからに対してはイエスノー答えへんけど、いや、いつも地味地味金兄さんが一番言いますよ、目が、目力がないとかって、俺が言うてんのは、一緒に集合写真撮ったらよう目つぶね、目つぶったね、ミカちゃんとの集合写真何回撮り直したか、そう、ね、で今日は動画なんで、まあ大丈夫でしょう、映ってるミカちゃんの目、はい、まあまあ、ヒーリングアートだからね、はい、そんな目力あってもなんかね、こうおーってなるからね、ヒーラーさんですからね、だからそのまあ、絵が一人歩きとは言いましたが、うん、まあね、昔から言ってるその丸描いて、ちょっと、ね、あの僕の中のミカちゃんの絵を一言で表現すると、はい、まあ、ドラえもんじゃないけど丸描いてちょっと、ね、はい、でそこからあの応用編が入って、はい、墨が入ったりね、はい、今日のオープニングも、ね、このブラックは何、
スミです。スミプラスちょっと、はい、ちょっとっていう、まあそこのスケールがあるそうです。今日のマリアさんもこれスミ入ってる。スミプラスちょっと、スミプラスちょっと、ね、カーボン、ね、だからこうやってあの進化してるのよ、ミカちゃんの絵も、はい、そう、どん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 プログレス、うん、へえ、なんかよくあのいろんな、だからレストランとかミティラさんだけじゃなくって、はい、やっぱりオファーがあってどっかの開店お祝いとか、私もちょっと実は一回ね、はい、オファーさせて、はい、お店のエステサロンというかね、はい、そこに、はい、オープン、そのお店言ってあげて、そのお店今ちょっと名前忘れて、そのオープニングお祝いで、お祝いでそういうのね、はい、開店お祝いみたいな感じで、ミカちゃんにオファー、そうです、そうです、そういうのがお祝いでお店に送って、はい、お店さんもしかしたら飾ってくれてはるかもしれない。やっぱりそういうエステなので、やっぱり皆さん癒されたくて来てるんだろうなと思って、うん、やっぱりそう、ちょうどミカちゃんの絵がいいなって思ったんですよね。すごいよ、まあ、いろんな絵あるんですけど、やっぱりそういう癒されたいと思っている、うん、ね、人たちにはいいなと思ったんで、うん、そうですね、なんか歯医者さんとか、うん、あのそういう病院関係もいてもらえる、ね、ね、ところもありますし、うんうんうん、あと、ミティラさんみたいに飲食店、そういう飲食店さんの、あと、美容の、そうですね、はい、やっぱりそういうサロン、はい、サロン系、うんうんうん、ね、そうですね、というところによく、まあ、いろんなところからあるんですよ、アートという括りで、うん、まあ、ミカちゃんのことをご紹介しておりますが、はい、今日コマーシャルないんで、ちょっとオープニング画面に戻しまして、はい、1分ほど休憩します、はい、そして休憩明けに、はい、作戦会議&開運キーワードを差し上げようかなと思うんで、やったー、ちょっとあの休憩してください。で、あのマミちゃんはミカちゃんに確認してください、順調かどうか、今のところ、ね、はい、それでは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 、ちょっと because that is a healing art. This is a short break. でございます。アキ PJ DIM Do It Myself ブラカンスタジオより生放送生配信でお届け、本日はマミコ&アキ PJ ワールド火曜日格闘技版としてお届けしております。お届けするのは開運講談師アキ、アキ PJ 氏と英会話講師マミコワールド、そして配信にあたりスタジオナチャンさんのご協力でお届けしております。本日のゲストは光のアートアーティストのミカさんをお迎えしております。さあ、謎が解けてますでしょうか。ね、せっかく作戦会議ができたのかなと思うんで、
はい、そうですね、わかりました。東京の5月25日から29日まで謎は解けましたか。はい、できました。テレフォン使った、何使った共同開催の、はい、テレフォン、友達わかんないテレフォン共同開催される個展なんですけれども、うん、共同個展ですねが、銀座の月光荘、ね、月光荘なんですね。月光荘ですが、月の光ですね、ムーンライト。まあでも光のアートさんが ね月光荘で共同個展なんね、その共同個展の名前がさつき会という、さつき会、まあそれ5月やからねそのままかみたいな。ファイナルアンサーファイナルアンサー、さつきミンサーメインですけどね。それは伝言ゲームだね。伝言ゲー ム, 伝言ゲーム、はい、みかちゃん、あの、追ってますか、大丈夫ですか。追ってます、追ってます。はい、さあ、ということで光のアート、アーティスト、そう画家とも書いてるけど、画家なんでしょ、日本語で言うたら画家、画家、アーティスト、どっちがいいですかね、画家とアーティストで、あ、だからあくまで日本語に変換したら画家なのっていう、あの、あ、でもセッションもするからね、なんか、もう独自でいいと思いますよ、独自の何かね、画家だけでもないような、光のアート、はい、光のアートを描く人です、描く人です、はい、ね、さあ、その、まあまあ、癒し系といいますか、はい、ヒーラーでもあるのでね、開運キーワードを、ね、導く人から25時1分やったそんな、あの、そんなような大キーワード歓迎されて、この言葉を差し上げた時にさ、ご本人様はどうされるのか、more like it's a mission word、 あの、彼氏できるよとかじゃないで、じゃないでっていうのはでもそこに気をつけて気にしておくことがいいっていうワードですよね。あ、そうだな、まあまあそうだな、よくそういうふうに彼氏にも当てはまるな。いや、彼氏いないです。いや、彼氏いるいないかかわらず、はい、彼氏との願い、接し方にも、接し方、それから、はい、そのトライするにしても、まあ関係してくることだから、まあ人の取り方ですから、個人の感想でございます。はい、さあ、行きますか。まあ、川端でもだ、光の後美香ちゃんに差し上げる開運キーワード、お誕生日聞いております。天命学、帝王学のもともとセミナー講師しておりましたね、秋 PJ から差し上げる開運キーワード、美香ちゃんに差し上げる開運キーワード、今日はひらがな付きでございます。安らぎ。お、安らぎ、お、安らぎ、安心の安とひらがなでらぎ、安らぎ、もう私の永遠のテーマですね。永遠のテーマ、なんか、はい、永遠のテーマ、素晴らしいですね。わしもそう思う、わしもそう思う。ちょっと、もう一回、どういう安らぎ、だから、はい、国語の辞書で普通に安らぎは安らぎとして聞いてください、はい、うんうん、でも僕の場合は、開運キーワードとしての意味なんで、はい、差し上げておきますと、安らぎ、開運キーワード的な意味で言いますと、はい、気楽、ごめんなさい、気軽さ、気軽さ、はい、気楽さ、はい、2つね、気軽さ、気楽さで、ここからよ、取り越し苦労や迷いがなく、あ、取り越し苦労や迷いがなく、常に楽観的に生きているとキラリ開運ですよ、シャイニーフォッチューンでございます。なるほどな、気軽に、生きざま、ね、気楽に、楽観的に、だから今日も取り越し苦労ね、って取り越し苦労や迷いがなく、あえてそれついてるね、イカちゃんに、彼氏の接方にしても、あれちょっとしもたかなって思わんでも、もう取り越しても迷うのいい、もう行くなら行け、もう進んでいけと、もうね、私迷うな、迷うな、今回の断食で得た、うん、あの気づきもまさにそれですね。なんかね、今回ね、もうなんか、ふわふわと得たんですよね、うん、3つのキーワード、私も3つだったんですけど、もうね、うん、あの幸せになってもいいっていうことと、うんうん、あと、はい、報われてもいいっていうことですね、うんうん、あとね、受け入れてというか受け取ってもいいというか、あの、そういうもう幸せの扉が開かれているんだと思う、気軽にって、昔の吉本の誰か芸人さ、新喜劇の芸人さん思い出して、まあ、だからお気軽にでも、だから気軽になって、もう気軽になって楽観的に生きてたらいいんだけど、あえて取り越し苦労やもう迷いがない、でも逆にあったんだろうと想定して、もうそれはスルーしていいんじゃないかという状況まで来てるんじゃないか、すごい、いや嬉しい、え、開運キーワード安らぎでございます、でも安らぎや、いや、もう私の永遠のテーマです、安らぎは、いや来てよかった、今日おめでとうございます、ありがとうございます、もう今日来てよかったです、癒しの方でございます、癒しの方なのでね、はい、安らぎですよね、安らぎなんです。ただ安らぎが、これは美香ちゃんに、まあ、ぴったんこなんでございまして、はい、僕は宣伝なんですね。じゃあ僕が安らぎ書いたら、これガッシャンガッシャンしてますから
宣伝活動ですよ。ある意味、OMM5 月7日、みかちゃんに日曜日、天満橋で会えるよとかね、宣伝するとかね。まみさんは英語、文化、日本で舞踊を含めた伝統の方でございます。そうですね。はい、すごい。My fortune word is a traditional is a Aki Bijou story. みかちゃんは安らぎなんであって、人それぞれでもございますし、僕が安らぎになってもいいのよ。別にいいんだけど、一番今回適してるのはみかちゃん。Today's guest, みかちゃんの word is a peaceful and calm.明るくなったもんね、作品がね、そうですよね、本当おっしゃる通りね、もう長いこと知ってくださってるお二人やから、いやもう感動しました、ありがとうございます。これね、僕今思いついたことやからやけど、はいはい、飲んで書いても書けへんかもしれんな。いや、あかんよ、あかん、あかんよ、あかんよ、ね、だから取り越し苦労、迷うになる。そうそうそう、逆になんかその時の理的苦労もそれを求める人には合う。え、でもね、手先がね、ちょっとね、あ、ちょっとあの緩むんですよなんかちょっと緩い、あの微調整して量を飲む量を調整してそれができないんですよ、飲み出したらちょっと、そんなピーピーちゃいますよ、このトークピーちゃいますか。だから気楽やから、そういう絵ができても、みかちゃんの場合大丈夫よと今降りてきたんで、なるほど、ありがとうございます。だから新しい作品ができるかもしれない。あ、ですね、わかんない、確かにですね、やってみようかな。だからってずっと飲み続けろじゃない。そう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 、ちょっと逆にちょっとその水拳の時ももしかしたらいいかもしれない。リラックス、それでリラックスして自分でこうふって力が逆に抜けるならその方がいいんじゃないかっていう、そうそうですね、ちょっとあまり今ちょっと緊張というかテンスそのなってるので、ちょっと、ね、ふってこうあのビビリですからね、根っこからのちょっと力を抜く方がいいね。もしそこ今ルイボスティーやけど、仮にちょっとあのいっぱい引っ掛けてきてても、いっぱい引っ掛けてきてても、ミカ、はい、ちゃんの場合でもしかしたらスムーズに話ができるかもしれない。そうかもしれないですね。あ、なんかだからビートークがあの公開トークができるかもしれない。オープントークに変わるかもしれない、ね、ちょっとね、あのビビリですからね、そこに面白さが付加される可能性はあるかもしれない。そうなんですよ、私ちょっとクソ真面目ですからね。そうですね、まあ、クソがつくかどうかは知りませんが、運はついていただいてね、開運でございます、ね、いやもうありがたい、こちらこそありがとうございます。ミカちゃんがオファーに応じていただいたことによって、ね、このフォーチュンワーズやった、安らぎ、そうですね、気軽さ、気楽さで迷いがなく、取り越し苦労が迷いがなく、楽観的に生きていると、ね、キラリーですね。Just realize、 だから気軽さ気軽さで楽観的だではなくて、ミカちゃんの場合は取り越し苦労や迷いがなくて、あえてこうぶつけられてんねん。本当ですよね。私取り越し苦労と気苦労だけで生きてますからね、もう根っこがね、分かって意識して、あ、これはそうかもなと思って、一旦取り除いてみるとか、そうですよね、でそうでない時間を作ってみると新しいミカワールドが開かれるんじゃないかという。確かにですよね。逆に言うとな、取り越し苦労や迷いがあるってことやねん。そうね、ちゃありますね、言葉で言うたらな、イエスノーじゃないからな、ある人やねん、ある人も根っこはありますね。あの私 の、 あの性格を一言で言うと、ビビリでクソ真面目ですから、もうあの簡単に表現できます。だからビビリでクソ真面目な部分は別にあのちゃんと人と接するのに、そうですよね、ちゃんとしているというのでいいんですけどね、初めてのジャズさんでね、ちゃんとお土産をちゃんと気遣いはいるやんか、気遣いが、はい、とかそういうのがあって、いやそれこそお二人も、ね、逸脱する行為もね、相手の人が好印象を持つかどうかわからへんので、ちょっとした気遣いはしていいと思います、だからそれが、気苦労にならない程度に、そう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 、ちょっとそれがどう起こすとっていうことなんでしょうね、まあ楽観的に、多分これきっと喜んでもらえるし、いざとなったらこれ私が食べたらええねんって、みんなで分けたらええねんだったら、私これ好きやねんでいいと思う、私この絵好きやねん、だから誰かこの世に絶対この絵を好きな人いるよ、好きな人必要な人おるねんって感じで、そうか、そうなんですね、なるほどな、だから一人でもいいね、三人でもいいね、300人でもいいね、この番組聞いてる人が追ってくれたらいいなの感覚ですし、そこに招かれたそのゲストさんとのご縁ができて、新しいこの人脈が広がればいいな、
で、ミカちゃんの絵をまた誰かがね、これは別に日本に限らず世界でもいいので、どこかにいらっしゃるはずなので、なるきっかけ、一個ここで記録を残しておくと、どっかでミカちゃん検索するとこの、いわゆる番組動画も残ってたら、ここからミカちゃんに突破口を開かれるかもしれない。おー、すごい、とっかかりになるかもしれない。どこに、どこにお嫁に行ってもいいですもんね、はい、もうどこでも、ね、はい、お気軽に、お気軽に、お気軽にでございます。ひょいっと言ってもらって、なんかお気軽に思ったような昔な、はい、お気軽に、なんかありましたね、お気軽に、なんかあったね。でそういうことが、まあ、ミカちゃんに差し上げれることで、僕の使命、今日のミッション、本当、ハワイな感じでこうやって気楽にって、ハングルースっていうんですけども、はい、もうなんかこうピーピーってなってたのをね、はい、もっとはーって抜けてって言って、はい、そうですね、はい、さあ3時になりました、はい、あと一つ、まあ、僕のミッションクリアしたよっていうことはどういうことかというと、はい、マミコワールドとして、うん、ミカちゃんはこの言葉、この文章を英語で直しておきたいの、私の自己スピーチっていうのがあれば、そうですね、最後レッツプレイイングリッシュ by マミコワールドしてもらいますけど、はい、うん、マミちゃんのボキャブラリーの範囲内で、はい、どういうのをここから世界へ自分で、例えばこの絵を説明する日本語があって、普通に日本語言ってもらったらいいのよ、はい、それを英語にして変換するとか、言葉も関係なく、うんうん、国境も関係なく、うん、誰が見ても、うん、こう喜びとか、うん、安らぎとか、うん、平安とか、うん、幸せを感じられる光の絵を描いています、うん、長い長い長い今訳せない、訳すまじめですね、言葉も人種も言葉の壁も越えたい、この絵でを見て、適当でいいです、この絵を見て癒されれば、癒される絵を描いてます、はい、描いてます、光の後にカリスマに行って、あ、そうかそうかそうか、はい、これあのレスなんてリピーター二人厳しかったら、あのマミちゃんだけが同時通訳してる雰囲気で、はいはい、やれる、できた、だんだん想像できたもう一回ミカちゃん言うてもらう、なんかそれっぽいこと、オッケーです、記者会見みたいにやる、オッケーです、オッケーです、ちょっと待ってよ、いくよ、え、どっち、ま、ミカちゃんの言葉はいらないの、ま、ミカちゃん、マミちゃんだけできるの、ミカちゃんもう一回言うてもらう、ミカちゃんもう一回言うと、はいはい、テイクは、はい、今みたいな言葉言うて、はい、なんとなく似た感じで、はい、あのマミちゃんが訳すると、はい、記者会見みたいになります、はい、いいですか、はい、きますよ、はい、5秒前、4、3、あ、国境もなく言葉も関係なく見た人が幸せになる絵を描いている光の跡です、光の跡のミカさんですね、はい、はい、Okay, so today's guest is Mika Kabata. She draws healing arts, maybe the gathering of races and the border is any nationalities everyone can see and heal. That's the her art, my artミカって言うた、ミカミカって言いましたよ、はい、でこれをね、まあ、もしね録画されてたら練習してね、今言ってたセリフをね、あのカタカナで言うから書いてさ、言えるようになったら海外でこの絵とともにね、オークションとかの会場でさ、確かにね、そうですね、確かに言えるのさ、ね、あ、テープ取って、テープ取って、そうそうそう、はい、今日は録音してないね、そこでね、手持っててね、いい、そういうことが、まあ、慣れたら、はい、そうです、でもっと短くした方はもっと短いバージョンでまたね、はい、マミコイングリッシュスクールの方でも、うん、多分教えてくれると思うんで、はい、さあということで3時3分でございます、はい、アディショナルタイムに入ります、今日はコマーシャルないんで、ミカちゃんがミカちゃんとしてアーティスト、うん、画家にならなかったら何してたの、ならなかったら、 そんなの聞いていい、要するにプライベートに、ググッと迫りたいんですが、うん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 、現実問題、あの今お題がなかったもんですから、ミカちゃんって絵を描いてなかったら私何してたの、もし今から絵を描けなくなりました、もうあなたにはその才能が持っていかれました、はい、そしたらどうしますか、今ミカちゃん何の人になる、じゃあもう結婚します、結婚します、奥様になる、You don't これ俺どこまで喋っていいか分からへんからWhat would you like to be? 、そのご経験はあるんですか、ワイフ過去にね、はいはいはい、バッチリですね、はいはいはい、スルーションか、はいはい、so, 今パートナーを探し中かなんですかって感じですか、のんびりと、のんびりと、はいはい、のんびりと言ったらお前のんびりとやけどさ、はい、いつぐらいまでに欲しいとか言うと結構ね、これ叶う
年でパートナーなのか、それとももしかしたらスポンサーなのか、いろいろあると思うんですけど、パートナーですね。どちらでもいいんですけど、ビジネスパートナー、ライフパートナー、ビジネスパートナーは急いでほしいんですけど、ビジネスパートナーは急いでいる、はいはい、ライフパートナー、ライフパートナーは私なんかある、うん、こあのこ薬指をこうやって握って見てもらう先生がいるんですよ、うん、でその時にいろいろこう自分の中で信じられるようなことをいろいろ教えてもらった時に、うん、私46ではもう魂から喜ぶような結婚をしてるらしいんですよ、まあ、46ではない、まあ、ないってことね、まだね、そういう若い未満ですね、未満ね、はいはい、あと数年、あと数年、数年で、はい、らしいですね、はい、46で予言してないかな、はいはい、これ残るからな、はいはい、あの世間に見られなくても、はい、データとしては残ってますからね、はい、46歳を目標に、はいはい、なのでなんか、うん、それになったら多分いるんだろうなと思っているので、あ、じゃあもうそれでね大丈夫じゃないですか、はい、でもちなみにアキ PJ は予言もできる天才パーソナリティなので、だからそれを今日聞こうと思ってたんですよ、ね、どういう予言ですか、まあ、でも今日のミッションワードの安らぎを、ね、安らぎ、その男性に対してもそう取り越し苦労なく、ね、する方がいいってこと、もうそうだし、今言ってる46っていう言葉を出されてる時点で、うん、まあ、仮に鑑定で占い師さんに言われた言葉があっても、うん、本人さんがそれを気になってそうだと思い込む、うん、僕は年表通り秀吉として生きてるんで、はい、今小牧長久手の戦いをこの、 あの夏に迎える状態、秀吉時代というのを自分が思い込んでるからなんですけど、はい、そうやって生きるんであれば、はい、そこに向かってエネルギーと今言葉もそうですし、はい、寄ってくると思いますよ、はい、ただその時にちゃんと感じて主査選択をミカちゃんがしてるかどうか、そうそうそう、選択やね、必ずそれに近い人、ね、もしくはそれだろう人は前を横切るはずなんですよ、うん、チャンスの前髪状態で、そこにミカちゃんが絵の方に集中してしまって見過ごすんじゃなくて、ちゃんとアピールに答えて、あとは相手の人をあのミカ流、どうじゃ、ミカ色に染めるか、うん、あ、気に入らんかもしれへんわけ相手よ。いや私もうね、なんかこう予言してるというか自分の中の予感があるんですよ、うんうんうん、自分の今度これだけ結構あの、うん、頑張ってきたので、うん、今まで人生、うん、なので今度出会う人はなんかもうなんか魂からこう、うん、分かり合えるんじゃないか、分かり合える、あ、でそれこそ具体的に、まあまあ、あえて放送で言うと魂から分かり合えるとは、うん、はい、とは俺の口から言いますのよ、なんとかソウルでしたっけ、ソウルメイト、ソウルメイトってこと、 そんな感じ、感覚、感じる、もうなんかそういうスピリットメイトってずっと思っているんですけど、スピリットメイトって言うんですかね、あのなんかそういうカルマとかは一切なく、うん、お互いに、うん、普通なんかカルマがあるもんが結婚したりとかするじゃないですか、うん、でももうカルマはお互いに一切なく、うん、なんか修行の相手ではない、そうですよ、なくてあの楽しむっていうか、あのなんていうか、okay. 魂からこう、感じ合える人が現れるんじゃないかなと、それはやっぱり魂レベルでこう感じ、せっかくなんで、ね、具体的にほじくっとくと、うん、どんな感じでその人が現れると思います？多分もうね、うん、アホやと思って聞いてくる、うん、アホやと思って聞きます、ね、生放送でお届け、この辺でもなんかピーかもしよっぽどアホやと思って皆さん聞いていただいたらいいんですけど、なんかこうもうねエネルギーとかは、うん、あのもうあのなんていうか共鳴してるんじゃないかと思うんですよ、見えないところは、うん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 、響き合ってるところ、はいはい、うんうん、それが例えば日本にいるか、うん、海外にいるかは別として、うん、なんかもうあの共鳴してて、うんうん、あとは会うだけっていうか、出会った感だけ、ね、うん、出会ってるかもしれないし出会ってないかもしれないけど、うんうんうん、こう出会った後、うん、自分でこうかあのなんていうか感じるだけじゃないかと思うんですよね、うん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 、どんな風に感じんねん、うんうん、いやお兄さん松田聖子はビビビと言うてはるけど、ビビビコンなのかな、ピートークいっぱいあるからな、ミカちゃんな、うん、ピートークいっぱいあるから、ね、その感覚のその現場にね遭遇できたら、あの人なんですって教えてほしいけど、現実にミカちゃん今さパリ行ったり、まあ、イタリアはアーティストだ、アートだって作品だけやけど、はい、soul, mate, これブラッカンエナジー、スタジオラジオテレビは、まあ、もちろんバイリンガルインターネット放送ですし、はい、海外に行ってしまう可能性もある、ね、そうね、さっきねオープニングの頃に言ってた、その方が早いよね、海外の日本人の可能性もあるね、うん、
な、うん、日本人見つけるのは先得意や言ってたからさ、ね、得意ですね海外に行ったら、ね、で海外に行った場合の日本人同士っていうのはすごく絆が深くなる可能性高いじゃん、ね、同士みたいな感じ、ね、でしかも、うん、あの同業者とは言わないけど関連業者 ね、まあいろいろいろんなアーティストいるんですけど、うん、まあまあペインターであったりミュージシャンであったりいろんなね何を作ってる人のそのだからいろいろいると思うんですけどこのキャンパス売ってる画家画商さんじゃなくてほらギャラリーオーナーとかねそうそうオーナーとか本当に画材屋さんかもしれないです、うん、そうですね、まあ、いろんなあれがいらっしゃるでしょうね、うん、なのでもしかしたらそれはで結果的に日本戻ってくるかもしれないし、うんうん、そうですねこれの普通はさ、ね、あの入選せえへんやそして入選した作品を全て見に行かんでいいわけでしょ、うん、だから行く時って何か意味があって意味があってその多分なんかでフランスには何かあるような気もしますけどね、うん、次はまあまあイタリアにも作品は行くんですけど本人が行ったのはやっぱフランスだからねだって7年前はさ、うん、本当に 無学っていうかその画家でもなかったわけだから、ね、なかった人がね路上からですからね私、うん、すごいよねこの作品が出来上がるってやっぱ何かがあって彼女のミッションであるんだろうけど光のアート、うん、美香ちゃんとして受け入れていただき、うん、その世界観が分かる方にぜひ、そう白花屋をねね、そうそうそう私ねそう望んでるのはね、うん、もう私の部屋に囲まれて寝たいとね思うようなそういうことやね、はあ、そうですね私の部屋が好きで囲まれて、うん、でもねまあわからないですよねこれはねでもね私やっぱりね、うん、あの人間的にいい人がいいのでね人間的に、はい、まあ絵の飾ってるスペース、ね、部屋は工房があのその人で充電スペースであればいいわけだけど ねそういうのでねなるところ、うん、オアシスになるといい、ね、それが週3なのか、週5なのか分かりませんが、うん、その充電スペースがねその人の生活拠点ビジネス拠点が変われば、うん、そういう可能性もあるし、うん今これ言うと予言っぽくなってくるからちょっと今特定されててんねんけどな特定されてるんですか私には全然わからないわえそれ日本人ですか外人ですかもしかしたらだから今言ったのは海外行った時に会うその日本人会う人あのね僕は予言者という名のここで相手から言葉を引き出してるんで、うん、ご自身が言われてる言葉をつなぎ合わせてるだけなんですよ実はそうなんですねもう多分だからさっき日本人は向こう行ったらすぐ日本人には会えるしあのエネルギーでこうね共鳴するって言ってはったでしょそう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 でなおかつこの世界観を分かっていただいて工房の中でも寝れるような人っていうと意外と限られてくるからさ、うんうん、そして毎日じゃなくても週3のペースでもいい人でもいいし、うん、例えば東京と大阪の距離やったらそうやしそうね、うん、えそう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 ね、なるほどだ、まあ、ちょっと意識をその辺にこう持ってまあ多分もう自分で分かってるっていうかエネルギーがもう共鳴してるって言ってるもうねそのエネルギーで男性は胃袋をつかめと言いますが、ね、美香ちゃんの場合このアートの中で充電されてる感覚が分かる人にとってはちょっと戻るわで帰ってくる、うん、それが延長線上に毎日になるっていう世界そうねあの年を重ねていけばいくほど、ね、すごいそんな考え方したことなかったです、うん、の可能性がちらっと今見えております3時13分でございます、うんはいグラサンかけておりますあのめったに外しませんけどねこれねあのやれと言われたのでそれぐらいの作業感で当たるもはっきり当たるもはっきりやないですかでも、うん、言ってることは僕は誘導尋問してますが美香ちゃんが言ったことを総合的に今日この1時間の間にお話ししていることを望むことが、うん、総合的にするとあでもそうかもしれないですね、うん、出ないとさ作品を出すとこだって今フランスイタリアに出してるわけでしょ、うん、そこの方面に出してるわけでしょ、うん、そこもやっぱりねチョイスしてるからね、うん、美香ちゃんが知らない間にそうね無意識でそうなんでしょうね、うん、その小指薬指の先生は、うんうんうん、あの南フランスに何か別荘というかを買ってくれるような人らしい、うんうん、買ってくれるような人美香ちゃんずっと前からさなぜ大金持ちとって言ってるなんかいつもそうやって言ってるねだって厭わない人なお金持ちっていうかだってねだって、まあ、だいたいあの画家さんってさ、まあ、やっぱり自分の絵をまず、うん、画廊画商さんに販売っていうか売ってほしいし、ね、価値をつけてもらいたいし、ねまあ、スポンサー谷町な、まあ、僕らもそうですけど ねこの絵にスポンサー谷町がつけてもらいたいっていうね、うん、お話をこれからまたジャズをするしていくんですがはいなのでこうそうそうそうでそうですねもう告知としては5月7日ね近々ではね、はい、その美香ちゃんに会うならそうですね、はい、
天満橋の OMM ビルで癒しスタジアムでセッションもやってますので、たった2000円なんですよ、セッションね、してもらって、自分のあのね、ちょっとどうなんだろうって思ってコンサルティングできますので、でメッセージももらえるし、絵ももらえる、絵はどれぐらいの大きさ、もうちょっと小さい感じの色紙版ぐらい、それこそ CD ぐらい、 CD ぐらいの、一丸大きぐらいの、はいはい、ぐらいの大きさで、はい、僕持ち歩いてる色紙と同じやね、あ、秋 の、 あのサインと同じ色紙サイズのところに書いていただいて、そうそう、うん、それをまあいつもね見て、あ、そうだったって言って、ちょっとアンカーみたいにね、はい、自分のアンカーっていうか、それを見たら、あ、そうだったっていうふうな気づきが、あの、うん、気づけるようなアンカーになれば、うんうん、っていうのでやっておられます。はい、ね、まあ、キンキンではあとイベントはもうそんな感じですか、また次も5月は、はい、6月はまだまだ、はい、はい、まあ、あのイベント、それから作品があっちこっちにこれから、うん、もうなんせ、ね、書いてるんでね、1日1枚ノルマとは言いませんが、かなりのスピードで今書き上げれてるんで、どんどん、うん、それが、ね、お読み入りされるだろうし、うんうん、そうですね、いろんな、ね、お店の開店お祝いとか、いろんな、ね、ところにもね、うん、よくプレゼントで、ね、はい、されている方も多いので、いつ絵描いた、描いてないし、めっちゃ描けないんです、絵描けない人なんです、いや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 、はい、僕はね、あのこうやって原稿はね、はい、台本はね手書きで書くんで、いつも、うん、あのゲストさん来られる前にあの手書きメモはするんですが、うん、ほとんどそれがなかったらペンって持たへんもんね、はい、私持つことないですね、ペンとか筆 ね、 ね、あ、私まあ先生してるから一応ホワイトボードには書くんですけど、はいはい、でもそれもほとんどこうあんまり喋ってる方が多いですかね、喋みんなさんにね、でもなんかこう頭がバーって詰まってくると書きたくなるんですよ、うん、あ、それがやっぱりそのミカちゃん見たして、ね、なんか書いたら表 現、うん、なんか表現なんでしょうね、はい、あれにミカちゃんはボケ防止というかボケへんやろな、うん、あ、そうそう、抹茶飲んでるさボケないとかいろいろ言うじゃないですか、ミカちゃんの場合は書いてる、常に書いてるんでね、はいはい、で俺らは喋ってるし、ね、そうですね、表現方法もやっぱりダンスする人もいれば、はい、書く人もいればで写真を撮る人とか、うん、ね、いろんな、ね、活動それぞれの表現方法があるのでね、でしょう、私がボケるとしたら飲みすぎて頭おかしくなる、ま、ピートークで言って、ね、あ、ピーさあ今夜はどこかで飲まれているんだろうか、いやいや、今日今日も一応、禁酒して明日に臨みました、うん、だってやっぱり断食明けなんで、ちょっとお酒はちょっともうちょっと控えて、今日飲んだら血の巡りかもう全部全身そうです、全身あのお酒もあります、 1年半前にやった時はすぐその場にミティラさん行って普通に飲んでました、そうですね、全部体にお酒もありましたね、まあ、じゃあ今日明日はいい子にしてるミカちゃんだそうです、ね、はい、今今日大事な、はい、リカバリーデーなのでね、まあ、安らぎでございますからな、はい、うん、安らぎ、そうですね、安らぎ、ありがとうございましたもん、まあ、自分が人にも安らぎ、そして自分自身も安らぎ、そう、はい、気軽にとか気楽にとか、本当もう本当楽観的に、はいはい、考える方がいいそうですよ、またあの秋がオファーかけたら楽観的に出ていただいたら、あ、はい、みたいな、了解です、まあ、そのタイミングが来たのねっていうね、そういうタイミング、はい、もうあの2回目3回目出てはるゲストさん いらっしゃるんで、お、すごい、そうですね、リピートでね毎週やっておりますので、はい、だからまた、はい、あのぜひいい時期にいい作品が上がって、はい、そしてまた、はい、あの入選された暁にね、はい、そうこれは ね、 ね、ひょっとしたらも、まあ、もちろんこれね、あ、欲しいっていう方は天満橋行っていただいてでもいいし、もちろんフェイスブックでミカちゃんに直接メッセージいただいてもいいです、はい、今日は、2017年の5月2日、ね、これ録画放送で見られた方ね、もしあれだったらもう売れたよってことになるので、はい、一応、はい、フェイスブックページ、他あるんですか、ツイッターとかインスタグラムとかもされてますか、ブログインスタグラムはそれも川端光のアート、ブログは音絵ミカで、音絵ミカ、あのライブしてた頃があったので、あの、はい、ミュージシャンでもあったってこと、歌ちょっとやってました、はい、歌える人でもあるんだ、いやえリバーブかけようか、なんか音絵ブログ、音絵ミカ、音絵ミカ、チェック、何がいいですか、音絵ミカ、いわゆる18番、18番、ちょっと下げれるのかな、ちょっと待って、うん、あ、自分のちょっとリバーブ、自分のじゃあ歌、うんうん、自分の歌、今リバーブかかりました、はい、どうぞ、良きタイミングで、いいんですか、うん、愛してる愛してる愛してる、この世界が嘘に、忘れちゃいました、はい、ありがとうございました、忘
あでもあのリバーブかけてあの僕たちの耳そしてリスナーさんの元には届いたんじゃない、はい、届いた。もう4年もやってないと忘れちゃいました。ボーカルだったんですね。一応自分であれもある日バーって降りてきて、うん、自分で作った歌です。へー、まあ、すごい。そうやってアドリブで歌える。シンガーソングライターでもあるってこと。なんか作ってましたね。なんかその時はもうなんかでもなんかこう自分であの自分がちょっと辛くなった時に自分で作った歌を歌いながら泣いちゃって、あ、これはダメだなと思ってやめました。でそこからこうあ、こっちの絵の方にね。もともとあの絵をやってて、あ、やってて途中で歌になったんですか。はいはい、なんとなく歌もやってみたくなって、音と絵ということで、うん、音絵っていうことです。音絵、はいはい、で音絵ライブ、はい、ミカさんで、はいはい、ブログもされてるそうです、はいはい、あとインスタは普通にミカ川端、ミカ川端、はい、うん、ミカ川端はローマ字で、はい、ミカ川端3ですね、はい、ミカ川端3、はい、でインスタグラムもやってますので、はい、チェックしてみてください。はい、ということで、今日は光の後川端美香さんを迎えしてお届けしました。TPG で言ってまいりました。生放送、生配信でお届け。本日はマミコ&アキ TPG ワールド火曜日拡大版としてお届けしてまいりました。3時20分、そろそろお開きタイムでございます。ね、もろもろ、追加事項ありましたらコメント欄と美香ちゃんは、追加してください。確定したスケジュールとかありましたら3ヶ月ぐらい有効です。はい、これまでのゲストさんも大体3ヶ月以内だったら僕も気づけばあの、うん、イベント情報をいろんなねコメント欄に入れたりして、はい、協力できる範囲で僕もワンちゃんも頑張ってます、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、ミティラーさんに行けばミカちゃんの絵があります。はい、ミカちゃんの絵は道頓堀のインドレストランミティラーには彼女の作品が飾られております。素晴らしいパワースポットですよね。そうですね。あそこもすごいパワースポット、はい。いろんな人が来ますからね。それこそ私たちアキ PJ が、うん、あの MC したあの MC っていうか全何ですか。スキップマーティンさん。スキップマーティンさんの時もね。うん、はい、だったんで、そういうバーでもあり、あの時もすごい熱気でしたよね。何人集まったんっていうぐらいの人やったけどな。あの一番僕の中でミティラーさん史上あの人が入ってあり、人が入ってました、ね、80人じゃなかったか、80人ですかね。びっくりするとこまで人がぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう詰めでしたけどね。すごいパワーでしたね、あの時もね、エネルギーが。はーい、まあ、そんなミティラーさん含めミカちゃんの絵がね、世界に、そして日本中にいろんな人に届けばいいなということで、そうですね、きっかけになる番組でございます。はい、はブラックアスタジオに生放送生配信でお届けしてまいりました。ようこざんでしょうか。ミカちゃん言い残すことはいっぱいあっても、ね、ぜひコメント欄をご利用ください。Introduce her works. That's it. Lighting, paintings, light paintings, also healing art. She can give you also message to reach your goal. さあ、ミカちゃんには唯一の宿題でございます。という掛け声とともにあちらのカメラに向かって手を振っていただいて、はい、お開きを迎えます。はい、リードするのは、マミコ先生でございます。はい、はい、あ、はい、そうですね。はい、それでは、ミカちゃん、ありがとうございました。はい、今日はどうも、ありがとうございます、はい。お越しいただきありがとうございました。Thank you for watching and listening, Aki PJ DRM, Do It Myself. Thank you for coming, Mika Kawada. Today's guest is Mika, and a light artist, light painter, is a healing art. She also draws and gives a message to reach your goal. Thank you. So everybody, see you next week. Thank you, Aki PJ. Fortune word is for Mika is a peaceful and relax. Hang loose. はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。